おはようございます。おはようございます。カラス夫婦のケイです。スケです。私たちは週末旅だけで日本一周を目指している夫婦です。現在38都道府県目の秋田県におります。今から39都道府県目の岩手県に向かいます。こちらもまたあのグルメ満載の旅になる予定になっておりまして、わんこそばとか盛岡冷麺とかそういったものを楽しみにしております。まあ、最悪もう食べれない可能性もね、うん、ちょっと考えておりまして、うん、まあそうなった時はそうなった時でね、うん、ちょっとしょうがないかなと思っておりますが、今から向かいます。おー、3番だった。これを取って名前書いて車で待っててください。おお。そしたら時間になったら呼びますってことでした。ただ40分も前に来て3番っていうのがちょっとびっくりなんだけど。確かにもう続々と2台入ってきたね。すごいね。後からも人気店、うん、開店15分前、駐車場が満杯になりました。ヒゲさんにはジャジャ麺もあったので、じゃじゃ麺も頼もうと思うんですけど、盛岡三大麺がじゃじゃ麺、盛岡冷麺、わんこそばらしいよ。らしいので、夜わんこそばを食べれたら1日で三大麺制覇ということで、それを狙っていきたいと思います。いただきます。美味しい。めっちゃ美味しいよ。めっちゃ美味しい。このスープがすごい美味しい。美味しい。麺がね、もちもちでつるつる。じゃじゃ麺大盛り来ました。美味しそう。なんか生姜が入るとすごいさっぱりする。そう、あったかくても。これは何なんだろう。うまいですね。ヒゲさんで冷麺を食べてきました。いやー、ちょっと今まで食べたことない感じの、うん、甘いスープなんだけどね。ね。牛骨の旨味があってね。なんか麺もまたね、なんか今まで食べたことない感じで。うん、小麦粉とでんぷんを混ぜてるんだって。へえ。ここのヒゲさんはその具もそうだし、スープも麺も自家製なんだって。へえ。いや、もうずっと感動してた。最初から最後まで。あの冷たいのがまたいいね。そうだね。この夏にはじゃじゃ麺も食べれてよかったね。うん。っていう感じです。ちょっとやっぱ混雑がすごい、お盆だったから特別混んでたのかもしれないけど、開店1時間も経ってないのに60組ぐらい来てるので、うん、そうだね、ちょっとすごいかもしれない。ぜひちょっと早めに来ていただけたらと思います。2am in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along.The summer night has just begun. 盛岡市の市街地に向けて移動中です。今後の予定といたしましては、わんこそばの夜の部の整理券の受付が4時半かららしいので、その整理券を取りに一旦行ってみようかなと思っております。え、結構並んでる。順番で呼ばれてます。なんか1巡目でね、うん、入れるという話だったので、ギリギリね、いけそうです。こんな感じなんでしょうね。ちょっと緊張してきた男性が
平均60杯。60杯。女性が多分40から50ぐらい。お腹の調子はどうですか？いえいえ、まあ、精一杯頑張ります。結構食べたもんね。まあね、ソフトクリームも入っちゃってるからね。今日はもう朝から旅館で美味しい朝ごはんを食べて、盛岡冷麺食べて、じゃじゃ麺大盛りにしたもんね。コンディションとしてはちょっと微妙なところであります。目指せ100杯。100杯はな、無理だろうな。手形もらいたい。ただいま上の階に上がりました。いや、入れてます。そば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 、次から次に。これ1日に何玉ぐらいなるんだろうね。なるんだろうね。洗い物もすごいよね。考えたくないよね。こちらがお刺身のマグロです。はい、じゃあ漬物でございます。あの少し、それでは始めていきます。誰が起きてしまいました。これこそ非日常だ。ちょっとフードファイターがやってるみたいな。マックススタンがやってる。意外とそばだから食べる。いや。泊まりのお兄さんも頑張ってるから一緒に頑張ってる雰囲気になれる。やりきるしかない。おお。いい子。現在99杯です。ヘッドホン、うちにちょっとあるんだ。私はもうちょっといっぱい。大丈夫そう？全然らしい。19杯いけるかな。少ないと嬉しい。
195、あと4個、あと4個でやめますもう。待ってました。飲み物もらえます1、2、3、4、5、6、7、8、9、100、101、102、103倍。ありがとうございます。お兄さんたちがいなかったらやめてました。やっぱ仲間いないから。200倍超えの人は一言コメントを書くノートらしいです。また明日来ますって書いてあるすごいな。え？でも女性の人で333っていう人がいる。やっぱ上には上がいるな。今日の最高でも240だね。はい、こちら初等生が3になります。あずまやさんでワンコそば挑戦してきました。やっぱりクリアいたしまして、充実のワンコそばいただきましたね。いい挑戦になりました。それでは、はい、こっちか。でも隣のお兄さんたちも一緒に健闘を称え合いながら頑張ってたね。ね、隣のお兄さんたちいなかったら150ぐらいで多分やめてた。もういっかなみたいな。隣のお兄さんたちが200なんとかいくって言ってたから。そうだね。なら私もということで本気出しました。いや、あれも含めて面白かったです。本当エンターテインメント性があるね。ねえ、うん、いや楽しかった、うん、楽しめました。約1時間道の駅平泉というところにやってきました。ちょっとこじんまりしててね、結構車がいっぱいです。今日はここで車中泊をします。気温は 28.2 度。今日はまあ扇風機を使えば寝れそうな気がします。